こんにちは、日向隆一です。今回は夫の浮気防止策は、おまじないではなく性生活ということでお話をしていきたいと思います。ですね、浮気の防止策っていうことを、考えるときに、浮気の原因ですねっていうのを、まず考えたいと思うんですね。で、本来であれば、夫は妻との関係で、満たされる、必要があるんです。で、これが満たされないと、他の女性の誘惑に勝てないということになるわけですね。ですので、ちょっと簡単に言うと、簡単にというか、例えて言うと、この満たされるっていうのが、聖書は後で見ますけど、妻が泉だというふうに言ってるんですよね。で、妻と の関係で満たされていると、喉が潤されるみたいな感じなので、もう水いっぱい飲んでたら他の乾きが潤されてたら他 の, 水というか他の飲み物を求めないわけなんですよね。で、夫婦関係は、泉で、他の女性っていうのは、これ私はこういうふうに表現してますけど、ドブの水ですね。で、妻との関係で満たされてないと喉がカラカラなのでドブの水でも飲んじゃうっていうことなんですね。で、これが他の女性との関係なんです。で、聖書は箴言の5章のところにそれでそのことが書いてあるんですけど、これはですね、男性に対するアドバイスとして書かれていることなんですね。あなたの、箴言の5章の18節というところですけど、あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ、愛らしいメジカ、麗しいカモシカ、彼女の乳房がいつもあなたを潤すように、あなたはいつも彼女の愛に酔うがよい。我が子よ、どうしてよその女に夢中になり見知らぬ女の胸を抱くのか、というふうに書いてあるんですね。ですので、浮気っていうのは、よその女、見知らぬ女が浮気ですよね。で、ちょっと、びっくりするっていうか、いろんな奥さんたちは、だから夫が浮気しないかしらって常に不安を抱えてるんですよね。で、おまじないをしたりして夫が浮気しないようにみたいな、そういうのが、ネット上に結構あるわけですよね。で、はっきり言って、おまじないは効かないです。で、だからおまじないやる暇があったら、夫との性生活を大事にしてくださいっていうことですね。なぜなら妻は夫にとって泉なので、ここに書かれているように、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ、で、彼女の乳房がいつもあなたを潤すように、あなたはいつも彼女の愛に酔うがよいということで、奥さんによって酔わされるっていうことが一番の浮気防止策なんですね。こういうふうに言います、私の場合は、夫がいて、で、妻の愛によって満たされてたら、これ他の女が入ってくる余地がないんですよね。でも夫が妻によって満たされてないと、妻との関係が疎遠になっていると、ここに他の女が入ってくる余地ができちゃうんですよね。
で、性生活、夫にとっての性生活っていうのは、親密さを感じるために必要なんですね。親密さ。で、妻にとっては、これが、妻はなかなかこれが分かんないんですけど、妻にとってはこれ会話によって親密さ、会話もしくは気持ちの通じる会話ということですね。気持ちの共有によって親密さを感じるわけですけど、夫の場合は性生活によって親密さを感じるわけです。だからセックスレスとかそういう状態だと寂しいんですよね。ちょうど会話がないと、気持ちの通じる会話がないと妻が寂しい、孤独に感じるよ。だから夫が浮気をする、まあ、他の女性に惹かれることの一番の原因っていうのは寂しいんですよね。妻との性生活がない、親密さを感じないので。で、奥さんたち の浮気の原因っていうのは会話がない、寂しい。だからその寂しさ、親密さを与えてくださる、くれる他の男性に惹かれてしまうということなんですね。だから繰り返しますけど、おまじないは何の役にも立たないです。おまじないやる暇があったら旦那さんと性生活を持ってくださいっていう話ですね。だからここに、我が子よ、どうしてよその女に夢中になり見知らぬ女の胸を抱くのか、そんな必要ないよっていうふうに男たちに、まあ夫たちに言ってるわけですよね、聖書は。で、夫たちはその妻たちが性生活を喜んで持てるように、妻たちと会話を持って気持ちを通じさせることが必要なわけですね。で、それはまあ夫たちに、常に私が、夫の皆さんに私は話をしていることですけど、奥さんの皆さんにはこの夫の、まあ、一番のニーズで親密さを感じる。で、そのためには夫には親密さを感じるために妻たちに会話や気持ちの共有が不可欠であるように、夫たちには親密さを感じるためにこの性生活が不可欠なんだっていうことを覚えていただきたいと思うんですね。おまじないより絶対効きますので、ぜひお試しください。ということで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。